クフォルテ。おはようございまっちょ。フォルテです。はい。おはようございまっちょ。フォルテです。というわけで、本日、皆さんに経過報告をさせていただきまっちょ。木枯らしを、最後の国際コンクールがあった時に、藤田くんの演奏を聴いてね、今日僕も弾きたいなと思って、そこからやって、まあ、演奏会とかちょろちょろやりながら、時々練習して、まあ大体30時間、40時間ぐらい行ったんかな、みたいな感じのね、ご報告をさせていただきまっちょ。前回の時は、ちょっとなんか、手は疲れんのんじゃけど、なんか疲れるけど疲れみたいな。まあまだ全然弾けるんだけど、なんかやっぱ疲れてきたなみたいな感じの印象はありました。弾けなくなるほど疲れることはなかったんですけども、そっから研究に研究を重ね、フォルテは全く疲れなくなりました。その練習法とかを後で公開したいなと思います。疲れなくなったというか、なんかね、うまくいくようになってきたんだよ、ちょっとずつ。まあやってみますね。弾けるとこまでとりあえず。あ、これ結構今日褒められるんじゃないみたいな感じで結構引き取ったよ。あれほんまよ。え、なんでやろ、こんなとこのとこ弾けんの。
で本当に弾けてました。嘘じゃないです、嘘じゃないです。今日朝から結構練習して、結構今日は結構マジであの A 報告ができるんじゃねえかと思って、ただいま6時です。あれ、いや、まあ、この曲はどれほど怖いか改めて感じましたね。人前で弾くにはまだまだ早いということがよくわかりました。わかりまっちょ。いやー、あれ、もっと弾けてました、はっきり言って。もっとちゃんと弾けてました、本当です。まあでもこれは証明するためには頑張って、もうちょっと上手になる様子を見せないといけませんね。はい、どんな練習をしてたか軽く交換していきます。ドン、分割して弾きました。ものすごくゆっくり丁寧に。まあこういう練習をね、ゆっくりずっとやってました。指は動くようになったんだけど、通したら弾けなかった。今さっきまで本場で弾けてたから。で、それができなかったら、疲れない具合の手の動かし方とか手首の動かし方、こういう動き、こういう動き、こうじゃない、こう、こういう、こういう動き、手首をこういう動き、こういう細かな振動をしてたら全然手は疲れません。はっきり言って手は疲れないんだけど、なんで弾けなかったのかが分かりません。ごめんなさい、本当に弾けてました。多分弾けてなかったのかもしれん。もしかしたら弾けてなかったかもしれん。あ、メンヘラフォルテ発動します。弾けてなかったんかもしれん、弾けてなかったんかもしれん。本当はもしかしたら俺は全然弾けてなかったかもしれん。でも大丈夫、これからちゃんと上手になればいいんだ。よし、すっきり。聞こえてほしい音を改めて確認しながらやってます。2個ずつ練習します。左手のこの下るところを2個ずつ、それ以外のところは基本的に3つで練習します。3拍で。もう細かく細分化するのが一番の近道だと思ってます、僕はね。で、それで今までやってきました。ここら辺も最後も、こういう感じで練習してます。ね、ショパンエチュードは結構対局とかを弾く前の練習の段階で、まあ、1時間ぐらいパーって練習して、そこから対局とかを練習したりすることが多いです。フォルテ君が今抱えてる曲は、ショパンエチュードの革命とカゴラシ。革命はもうあとはちょっとあの音楽的解釈を深めていくっていう段階だから、まあ弾けてはいると。で、カゴラシはまだできてはないから、こうやって徐々にやっていると。あとボロドスと、あとなんかあの秘密の曲たちっていう感じですね。で、英雄ポルネーズとかカンパネラとかは結構なね、レパートリーとして今後もやっていくっていう曲だから、3日に一遍だったりっていうさらったりとかするぐらいです。それ以外はね、今新曲をちょっとやっていく最中です。ゴローっと変わって、まだね、あのいろんなものに手をつけてるんじゃねえかとか言われがちなんですけども、まあその段階です。いろんなものに手をつけて、まああのちょつまみ食いというわけでね、いろんなものをレパートリーしていきたいなと思ってます。マッチョ、今日はそんな感じでね、皆さんにね、30時間目か40時間目か知らんけど、木枯らしのね、今の報告というわけでね、本当に弾けてたんです。ですが、今、こう撮影すると急に弾けなくなった。これが本番の怖さ。
よくわかりました。身に染みました。皆さんここまで見てくれてありがとうございます。それでは、バイバイ。